旭川競馬場付近の空中写真。東側を南北方向に流れる川は美英川である。1977年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成旭川競馬場は北海道旭川市にあった地方競馬の競馬場。明治時代末期に 旭川市中文町で開設した競馬場は1965年に花坂町へ移転したが、施設の老朽化と花坂スポーツ公園の大規模改修に伴い、1975年よりカムイ町に移転した。1994年7月26日より北海道競馬の開催においてナイター競争が開始された。従来より旭川と同様に、 北海道競馬と万栄競馬を閉催していた岩見沢競馬場と帯広競馬場が1997年度をもって北海道競馬の開催を終了したため1998年度から2006年度までは全国で唯一の平地と万栄を閉催した競馬場であった2006年度をもって旭川市が万栄競馬の開催から撤退これにより 平地と万栄を閉鎖する競馬場は消滅した。さらに、北海道競馬も旭川競馬場からの撤退を表明。2008年10月16日の開催をもって、旭川競馬場での競馬開催は消滅した。施設所有者は、JA 上川生産農業共同組合連合会で、北海道競馬、万栄競馬ともに施設を沈借して、競馬を開催していた。 競馬場としての使用を終了した後も、クロスカントリースキー競技会、バーサーロペットジャパンのメイン会場や農業機械の展示即売会場としても使用されていたが、2009年末、ゴルニスタンドなどの施設がすべて解体された。その後、企業、観光庁向けデータセンターや大規模太陽光、発電所の誘致が検討されていたものの、いずれも実現せず、さらちのままとなっていたが、 2014年10月28日に横浜ゴムが土地を保有する上川生産農業、共同組合連合会との間で跡地と隣接地の一部を約4億円で買い取る契約を締結した。土地取得後は2015年度から冬季用タイヤの性能などを確認するテストコースとして利用する方針。その後、2015年12月に冬用タイヤテストコース。 北海道タイヤテストセンターが完成し、2016年1月20日に、開所式が行われた。同テストコースでは、氷点下の気温が安定的に続く毎年12月末から翌年2月末までの、厳冬期に冬用タイヤのテストを行い、春から秋にかけては、夏用タイヤのテストにも活用する計画である。ここでは休止直前の概要について記述する。ここでは、 2008年まで開催していた北海道競馬で記録されたサラ系の競争におけるレコードタイムを記載する。なお、バンエイ競馬はレコードタイム制度を採用していない。3歳以上における2000年以前の記録はキューバレー表記で記載。参考資料、レコードタイムルーム、ありがとうございます。